年12月20日、明主様ご生誕地である東京において、世界メシア教ご生誕祭が執り行われました。神様、あなたは生きています。私の中で生きています。祭典では教主様より世界メシア教のご信仰の著しい進展に伴い、明主様のお許しを賜り、創造の主なる唯一の神主神の新たなご神名を定める旨のお言葉を賜りました。新しいご神名は、主神なる我らの神、主神なる我らの神であります。この隔離世の狼というご神名を改め、主神なる先祖の神、主神なる先祖の神と定めさせていただきました。また、世界メシア教の理事、教区長をはじめ教会長、先住者全員の総意として、主の祈りを創造させていただきたいとの願い出をお受けくださった教主様は、私たちに世界メシア教主の祈りを授けてくださいました。私はこれから日本の信徒の皆様が主の祈りを奉唱されることによって、皆様が世界中の信徒と、またキリスト教徒の方々と強く結ばれ、明主様の示された誠の救いの実現に向けて進んでいかれることを思いますと、誠に頼もしい限りであります。祭典の最後に教主様が訳詞をされたアメージング・グレースの歌が初めて披露され、歌詞に込められた神様の深い御恵みと慈しみ、そして神様をお讃えする美しい歌声に、会場は感動と拍手に包まれました。2021年、世界メシア教となって初めての新年を迎えました。世界メシア教本部御神前で執り行われた新年祭は、今年も教主様がご出座くださり、真由美奥様、教主様の後継者であられる正明様がご臨席になりました。祭主であられる教主様ご先達のもと、新年祭の人が厳かに奏上された後、教主様によって新たに定められたご神名、主神なる我らの神を全員で奏上しました。主神なる我らの神、守りたまえ、咲き生えたまえ、主神なる我らの神、守りたまえ、咲き生えたまえ。年祭礼祭においても、新たに定められたご神名、主神なる先祖の神を奏上しました。主神なる先祖の神、守りたまえ、咲き生えたまえ、主神なる先祖の神、守りたまえ、咲き生えたまえ。
新年のご挨拶をさせていただきましょう。メイ様、明けましておめでとうございます。教主様と共に、神様、名主様に新年のご挨拶が許され、私たち世界メシア教信徒にとって輝かしい一年が始まりました。遡ること約1年、2020年の立春を期して、教主様のお導きのもと、名主様が開教された世界メシア教が70年の時を超えて復活しました。輝かしい未来に向かって、神様、名主様がどのようなご神業の展開を見せてくださるのか、そして私たちは教主様と共にどのようなご用にお使いいただけるのか、世界中の信徒の心は大きな希望に満ち溢れていました。その矢先、新型コロナウイルスの感染拡大によって、世界中の政治や経済をはじめあらゆる活動が混乱状態に陥り、私たちの日常生活も含め社会生活に著しい支障をきたすような状況が生まれました。世界メシア教の活動も例外ではなく、春季大祭や教主様の国内外のご殉教、正明様の海外ご出向が延期や中止となり、教会に集う活動や会合なども自粛を余儀なくされました。しかし、そのような状況にあっても、私たちは神様とご一体となってお働きくださる名主様に結ばれ、その名主様の御心を玄界にて顕現なさるる教主様のもと、教主様のご教導、そして正明様のご教示を数多く賜り、さまざまな気づきや学びを許され、私たちのありのままの思いを神様に向けさせていただく日々が許された一年となったのではないでしょうか。昨年2月、世界メシア教の復活と同時に、私たちの命の糧となる教会誌グローリーが発刊されました。教主様はこのグローリー誌に毎月お歌をご発表くださり、それらのお歌を通して私たちの進むべき道を常に明るく照らし、私たちを力強く導いてくださっています。3月の北条祈願祭以降、本部の祭典は先住者、職員のみで参拝が行われていましたが、6月に執り行われた地上天国祭において、約4ヶ月ぶりに教主様のご出座を賜り、本部御神前にて御祭りが執り行われました。そして7月より、徹底した感染対策や教区別の人数制限を設ける中で、信徒の参拝が再開され、祭典が執り行われることになりました。そして7月の月並祭を期して、本部御神前で執り行われる月並祭や年祭礼祭においても、教主様が祭司を務めてくださることとなり、教主様ご出座のもとに毎月の祭典が再考されることになりました。
世界メシア教では神事であるご入霊祈願が祭儀を司る教主様により毎月のように執り行われています。名主様ご在世当時より、二代様、三代様、そして四代教主様へと連綿と引き継がれ、どのような状況下にあっても決して滞ることなく今日に至っています。教主様はご神体、ご神影、お光など私たちの信仰生活に欠かすことのできないものにご入霊くださり、そしてご家父式においてそれらのものをご家父くださっています。世界メシア教の全信徒へ、名主様ご直筆の大光明をご神体として家庭に奉祭させていただけることとなり、教主様がお定めになったご神体のご奉祭の意義がさらに浸透しています。ご神体に向かわせていただくことを通して、自らの中に生きておられる神様に心を向け、湧いてくるあらゆる思いを万物とともに捧げさせていただく営みが家庭においても許されています。教主様にご入霊いただいたお光を教主様より直接ご神授賜る入神式が7月、10月は本部御神前において、9月には大阪、12月には名古屋で執り行われました。教主様の後継者であられる正明様は、7月より本部で行われる月並み祭などにおいて毎回ご挨拶をしてくださっています。そこの問題があると、名主様の御言葉や聖書などにも触れながら、今教主様が述べ伝えてくださっている名主様の御心を明確に、また熱い思いを持ってお説きくださっています。また正明様は7月から海外信徒へ向けたビデオメッセージも定期的に配信してくださることになり、ポルトガル語と英語の2カ国語で直接情熱を持って海外の信徒に直接語りかけてくださっています。すでに真実の道、新時代へ、神の声、キリストの再臨と題した4つのメッセージが世界へ向けて配信されています。さらに正明様は2月にはグローリー発刊に寄せて、4月には真のご条例とは、6月には時空を貫く名主様の御言葉と題された御文章玉稿をご用意くださり、キリスト教と呼応するや、ご条例は二の問題という御言葉に込められた真意などにつき、私たちの心を大きく開いてくださっています。夏季錬成会など青年学生信徒が中心になって行う活動が多くの教会で延期を余儀なくされる中、御殉教の折に
教主様と共に斉唱させていただく予定となっていた賛美歌用いてくださいが、日本の青年学生信徒や海外信徒による歌のリレービデオとして公開され、世界中の信徒の心が通い、心一つとなることが許されました。世界へ向けて福音の伝道を希望する若い信徒の育成制度、セミナリオメシアス、セメスが立ち上がりました。この制度は教主様と一つ心に歩み、全人類に名主様と聖イエスの真の救いを伝えたいという熱い思いを持つ若い信徒の育成を目的としています。アフリカのアンゴラでは、日本語習得や日本への長期研修という高いハードルがあるにもかかわらず、1ヶ月間で30名を超す応募があり、その中から第1期メンバーが選出されました。世界へ羽ばたく世界メシア教の若者たちの今後の福音伝道の展開に期待が高まります。名主様のご生誕日である12月23日には、教主様は海外の信徒へ向けたビデオメッセージをご発表くださいました。世界中の信徒の皆様、お元気ですか？離れていても教主様は世界中の信徒を常に思ってくださっていること、そして何より私たちの中には神様、名主様、イエス・キリストがおられると温かなメッセージをくださいました。ハッピーメイスサマーズバースデイ、メリークリスマス and ハッピーニューイヤー。現在教主様のご教導や正明様のご教示、ビデオメッセージはインターネットや SNS を通じて世界へと配信されています。瞬時に世界中の信徒の間で共有され、言語や国境を超えた学びの輪が世界大に広がっています。4年前の立春、教主様は名主様のご信仰と真実を守り抜くため、どのような困難がその先に待ち受けていようとも、お一人で完全と立ち上がられました。そして私たちはどこまでも教主様と一つ心に歩む決意をしました。その先に神様、名主様がご用意くださったのは、名主様が真に願われた世界メシア教の復活でした。そして昨年一年を通して私たちはその復活の真の意味について学ばせていただきました。名主様が真に願われた世界メシア教が復活し、私たちはキリスト教と呼応しながら進展する輝かしい新時代にふさわしい救いの道を、教主様と共に歩ませていただく
スタートラインに立たせていただきました。私たちは唯一の神、主神の御旨のもと、主神とご一体であられる名主様、そしてイエス・キリストを先頭に、教主様と共に、そして教主様と一つ心であられる真由美奥様、正明様、真美奥様と共に、名主様の真の救いの実現のため、全人類の真の目覚めのため、大いなる決意と誇りを胸に歩ませていただきましょう。そして全人類に先駆けて知らされた誠の救いの道を、その喜びを、一人でも多くの方にお伝えするご用に邁進させていただきましょう。